チャオ、あっちゃんです。今日はあっちゃんお仕事です。ちょっと作業します。ベアリング、車のね、ベアリングの、はい、ベアリングで加工します。こんな部品ですね、はい、では作業始めたいと思います。ではここからはちょっと企業秘密なんで、はい、でさっきのベアリングを、ね、バラバラにして、こんな感じにね、ピカピカに磨くの、あとこれとかもね、ピカピカに磨きます、はい、このこれ中身とかね、それが、あっちゃんのちょっとね、表には出してない隠れたお仕事です。はい、スペシャルな加工です。これもね、あのレースとかやってた時のいろんなノウハウが詰まった商品なんですね、こういうのも時々やってます。はい、これね、そんなに体力なくてもできないけどもね、そんな仕事しかできない、あんまり体力使わない仕事をしてます。ではこれも磨いて、特別なグリス、またね、あの中のグリスっていう油を特別なものに詰め替えて組み付けます。はい、っていうお仕事です。はい、ではお仕事続けていきたいと思います。はい、ベースナックを入れて、槍の玉。塗り足らなくてもダメだけど、塗りすぎてもダメな、重くなるからね、量が微妙に加減なんですね、はい、暑いね、それにしてもでね、あんまりね、雨とかの日にやっちゃうと中金属部のグリスとか取るから錆びっちゃ嫌だからね、だから雨の日とかには作業できへんの。だから作業できる日も限られてたりね、で逆に真夏のこういう暑い日にやると体力奪われちゃうから、また熱中症になりそうやしね。ボールにはね、薄く塗っていけばいいで、後でまたね、表面にちょっと塗るからね、表面とか中のところに詰めたりするから、慣れてくると、ね、指先の加減でどれぐらい、ちょっと多いかな少ないかなって分かるんだけどね。であとこれをパチンと組み付けます。はい、はい、これで完成です。であとシールがね、このシールがちゃんと出てるか確認して、はみ出したグリス拭いたら完成。完成です。はい。こんな感じです。これを、今回20個依頼を受けてるからね。はい。いっぱい作んないとダメな。もう、ね、何本かは作ってやんないけどね。あともうちょっとやらないとダメ。では頑張ってやっていきたいと思います。多分3日ぐらいかかるかな。